クヨです。葵だぜ。葵さん、事件よ。突然どうした？世間では理解しがたいヤバい事件が次々と起きてるのよ。確かにそうだな。そしてそれらの事件は決して対岸の火事ではない。いつ私たちの身に降りかかってきてもおかしくないんだ。え？事件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ。現場はどこ？そんなわけで今回は非常識すぎてヤバい事件に発展した事例を紹介していくぞ。イエッサー。最初に紹介するのは旧車会に関する事件だ。旧車会？旧車会とはざっくり言うと旧型の自動車やバイク。電動機付き自転車にかなり迷惑な乗り方で乗っている人たちのグループのことだ。迷惑な乗り方？つまり改造マフラーをつけたり消音器を取り外したりして、爆音を響かせながら集団で走行して周辺住民に迷惑をかける乗り方のことだな。それって暴走族ってことでしょ？騒音に悩まされている住民からすれば暴走族も旧車会も似たようなもんだが、取り締まる警察側から見るとこの二つは似て非なるものらしいんだ。そうなんだ。まあとにかく旧車会というグループがあちこちで迷惑行為をして事件になっているのね。そういうことだ。ということは騒音が事件のキーワードになりそうね。旧車会は騒音は出すけど暴走行為とまではいかないのかな？そうだな。まず暴走族とは基本的に未成年で、ある程度の年齢に達すると卒業していくものなんだ。若い子たちが親や社会に反発して有り余るエネルギーを暴走行為で発散するような感じかな。盗んだバイクで走り出すってやつね。だから運転技術も未熟だし無免許の場合もある。ある意味交通ルールを無視することが、目的のようなところもあるので集団で蛇行運転したり、ノーヘルで二人乗りしたり取り締まる警察に立てついたりするんだ。理由なき犯行ね。そして集まるのは大体夜だ。なぜ夜なのかはわからないが夜の方が世の中に歯向かっている感じが出るのかもしれない。あとは道が空いてるから爆走しやすいという利点もある。パラリラパラリラするなら夜の方がいいよね。いや良くないか。一方の旧車会はというと、暴走族と比べると年齢層はかなり高い。え？そうなの？中高年クラスが中心だな。だから無免許ノーヘルで蛇行運転して大人たちに歯向かうとか、そういうことではなく、基本的には運転免許を携帯して道路交通法を守って走っているんだ。湘南爆走族とかバリバリ伝説とかよろしくメカドックとか呼んでた人たちは要注意かもね。なかなか古いのを知ってるな。あとオフ会感覚で集まることが多いので活動時間はほぼ昼間だ。中高年中心じゃそうなるよね。基本的には旧車を愛する人たちだからな。古い車やバイクを改造してエンジン孵化して楽しんだり、似たような改造をしている人たちで集まって集団走行したりする団体が旧車会なんだ。社会に反発して暴走行為でエネルギー発散する若者とは成り立ちが違うのね。最近の車はハイブリッドだったり EV だったりで音が静かだからな。古き良き時代のエンジン音の大きな車にもう一度乗りたいと考える中高年は多いはずだ。昔暴走族だったとか、暴走族に憧れていたけどできなかったからとかそういうわけでもないのかな。そういうケースもあるらしい。ちなみに古い車の愛好家である旧車会と区別するため、あえて旧車会の会という古い字体を用いているんだ。旧車会と旧車会は別組織なの？古い車を愛する人たちの集まりという意味では同じだが、一緒にしてほしくないと思う旧車愛好家が多いんだ。暴走族まがいの改造を施したり大きな音を立てて集団走行したい人たちと一緒にされたくないという思いが強いんだろうな。気持ちはわかるわ。ただし明確な線引きがあるわけではなく、あくまでも自分たちで呼び分けているだけなんだ。だからテレビニュースや雑誌の記事などで両方とも旧車会と表記してしまうこともあるようだ。なるほどね。何にしても中高年がセカンドライフで暴走族始めたようなものだから、この迷惑行為は免許返納までずっと続くことになるのよね。そう考えるとゾッとするよな。警察は取り締まりとかやってるの？旧車会は冬場は活動控えめだが気温の上昇とともに活発になる傾向があるんだ。だから春先と真夏に人員を動員して取り締まりを強化する地域が多いようだな。虫みたいね。2023年8月21日、茨城県大洗町では警察官40人による大掛かりな取り締まりが行われて、ニュースにもなったぞ。この時の旧車会メンバーはほとんどが、元暴走族で違法改造されたバイクが14台も見つかったそうだ。中高年が改造バイクで集団走行して警察の手を煩わせるなんてちょっとダサいかな。旧車会の迷惑行為は数年前からすでに問題になっているんだ。特に旧車を集めたイベントや、
オフ会などに合わせて大勢集まって爆音を響かせたり、観光地に集結してタバコの吸い殻や、ゴミを大量に放置したり、従来の暴走族とは異なる動きを見せていて警察も手を焼いていたようだ。もう一度やんちゃしたいだけの大人だもんね。取り締まりしにくいよね。でもこうして旧社会の習性が分かってくると警察も取り締まりしやすくなるし、周辺住民も対策しやすくなるだろう。何せ大人だからな。早く目を覚まして普通の大人に戻ってほしいね。次に紹介するのはファイヤーバイ事件だ。バイ？事件が起きたのは2023年5月24日の午後。場所は福岡県柳川市にあるハリウッドワールド美容専門学校の敷地内だ。ファイヤーバイのバイは福岡の奥に言葉のバイなのね。そうなんだ。短時間で火を起こさやいけん、と言って火のついたバーベキューコンロに、アルコールをぶち込んで炎上させるという非常識なことをやらかしたんだ。ほえー、なんでそんなことを？この日学校では学生と教員およそ500名によるバーベキューの会が開かれていた。関係者の話によるとバーベキューの最中に火が消えそうになったんだそうだ。そこで20代の男性教師が火の勢いを戻そうと手指消毒用のアルコールをコンロに振りかけたわけだ。焚き火が小さくなってきた時とかフーフー吹いたりするけど、アルコールかけることもあるの？まさか、アルコール消毒液のボトルには柿の近くでは使用しないことと言った。注意書きがしてあるはずだ。引火性が強いのでほんのわずかな量でも、火が移るし一度燃え出すとなかなか消えないからな。そうだよね。このバーベキューの時も男性教師がアルコールを投入したコンロの火は大きな音を立てて、激しく燃え上がり、コンロの前にいた4人の学生に襲いかかったんだ。うわぁ。目撃者の話によれば学生たちは青い炎に包まれていたそうだ。それってやばいんじゃない？火傷を負った4人は間もなく病院に搬送されたんだがバーベキューはそのまま続けられたそうだ。え？明らかに学校側の過失で重症者が出ているんだが学校の行事はそのまま続けられたらしい。理事長が大のパーティー好きでこういうイベントを途中で切り上げるなんてありえない校風なんだそうだ。でも怪我人が出てるんだし他の生徒さんも動揺してたんじゃないのかな？だよな。しかも病院に搬送された4人の学生のうち1人の容体が悪化しなくなってしまったんだ。ひえー。人災というべき悲惨な事態を引き起こし学生の命を奪うなんてとんでもない話だが、この学校はこの後さらに非常識な行動に出てしまう。これ以上の非常識なんて思いつかないんだけど。隠蔽疑惑だ。はい、アウトです。学校側は保護者に対してメールで事情説明や謝罪を行っているんだが、その中に怪我をした生徒とその家族に関わる話なので、SNS への不用意な発信などしないようご理解くださいという一文が含まれていたんだ。それは口止めってこと？理事長も含め学校側は事故の原因は職員の安全ミスと全面的に非を認めているんだが、アルコールを使ったのは理事長の指示だったのではないか、との情報もあるんだ。そうなの？熱中症を防ぐため短時間で焼こうとした、というのがアルコールを使った主な理由らしいんだが、イベント好きの理事長が派手に火柱を立てて場を盛り上げようとしたのでは、あの理事長ならやりかねないという声も上がっているんだ。現場にいた生徒たちから情報が漏れて自分に火の粉がかかるのを恐れたのかな。この学校は理事長一族の独裁体制によって運営されていてパワハラは、日常茶飯事だったという話も出てきているからな。理事長は誰かのせいにしてはい終わり、としたかったんだろうがそうはいかない。その後遺族への不誠実な対応や保護者への説明不足などいろいろ露呈して、事故への対応に追われて体調を崩す職員が続出したと伝わっているぞ。非常識が何重にも重なり合ってる感じね。その後も学校側は再発防止に向けて第三者委員会を設置するなど様々な動きを見せていたが、身内で組織する委員会では意味がないとさらなる批判の声が上がっているそうだ。再発防止も何もないよね。この学校ではもうバーベキューは禁止だよ。次に紹介するのは山陽新幹線カップ麺事件だ。新幹線とカップ麺とは意外な組み合わせだね。この組み合わせでどんな非常識な事件が起きたかわかるか？座席で誰かがカップ麺食べ始めて匂いが蔓延したとか？いや、そういうことじゃない。じゃあ山陽新幹線の線路の長さとカップ麺の麺の総延長がほぼ同じとか？そんなわけないだろ。じゃあ何よ。新幹線の屋根の上にカップ麺が乗ったんだ。え？どういうこと？ことが起きたのは2024年4月2日の午後6時50分頃。JR 広島駅の新幹線ホームで新幹線の車両に物を投げつけた男がいたんだ。それがカップ麺だったの？カップ麺などが入った買い物袋をホームを移動中の新幹線に投げつけたんだ。新幹線に乗ってる知り合いへの差し入れとか？でも新幹線は窓開かないよね？
報道によればカップ麺を投げつけられたのは鹿児島中央行きの桜565号だ。ホームにいた駅員が男が袋を3つほど投げつけるところを目撃し非常停止ボタンを押し、その後警察に通報したというわけだ。駅員さんはびっくりしたでしょうね。そりゃそうだよな。ちなみに広島県警は翌3日に、兵庫県姫路市内の自称自営業の34歳の男を逮捕している。やっぱ逮捕されちゃうんだね。危ないもんね。そうだな。特に新幹線には新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法という特別な法律が定められている。時速 200km 以上で走る新幹線を安全かつスムーズに運行するために定められた法律だ。新幹線にカップ麺を投げつけたら特例法に引っかかるのね。カップ麺だけじゃないぞ。とにかくどんな場合でも新幹線に物を投げたらダメだ。まあ新幹線以外のものにもカップ麺投げたらダメだよね。でもどうしてそんなことになっちゃったのかな。その男の人何がしたかったの？新幹線に乗りたかったらしい。はぁ？その新幹線に乗ろうとしたが発車したので投げつけたと男は供述しているんだ。なんなのそれ。投げつけた袋の中にはペットボトル飲料や和菓子なども入っていたようだが、 JR 西日本が確認したところ、新幹線の車両の上部分からカップ麺のようなものが1個見つかったそうだ。お湯を入れたカップ麺じゃなかったのは不幸中の幸いだわ。JR 西日本は車両の上に乗ったカップ麺を撤去するのに時間がかかると判断し、桜560号を取りやめることにしたんだ。乗客392人は別の便に乗り換えて広島駅を出発したが、後続の新幹線に遅れが出て約5600人に影響が出たそうだ。ひどいわね。大迷惑だわ。警察が動機や詳しい経緯を調べている。経緯も何もないわよ。思い通りにならないからってカップ麺投げつけたりする人は、新幹線に乗ったらダメだし、カップ麺持つのも禁止よ。次に紹介するのは渡米便折り返し事件だ。渡米折り返し？新幹線に物を投げつけたり運行を妨げるようなことをしたらいけないって話は今話した通りだが、世の中にはさらに高い安全性が求められる乗り物がある。何かしら？オスプレイ？まあオスプレイも安全であってほしいところだが、今回の事件に関係する乗り物はズバリ旅客機だ。あの巨大な金属の塊が空を飛ぶこと自体常識外れだと思うけどね。いつの時代の話をしてるんだよ。とにかく飛行機は安全第一ってことよね。その通りなんだが、時には非常識な乗客によってその安全が脅かされることもあるんだ。飛行機の中でごねたり暴れたりする乗客がいたの？実はそうなんだ。これは2024年1月16日、飛行中の羽田発シアトル行きの全日空118便の機内で起きた事件だ。え？飛行場に止まってる時じゃなくて飛んでる最中にトラブルが起きたの？ああ、トラブルを起こしたのはアメリカ国籍の55歳の男性だ。55歳？羽田を出発した全日空機の中で55歳が突然暴れ出した。うわぁ、55歳なのに暴れ出したの？ああ、55歳なのに突然暴れ出して取り押さえられ、客室乗務員に噛みついたんだ。ひえぇ、55歳なのに急に客室乗務員に噛みついたの？この全日空118便にはこの55歳を含め159人の乗客が乗っていたんだが、この影響でやむを得ず羽田に引き返すことになってしまったぜ。55歳のせいで渡米できず折り返し？そして55歳は傷害容疑で現行犯逮捕され警視庁に引き渡された。55歳にもなって？とりあえず世界中の55歳の人に謝罪しよう。55歳で無駄に引っ張ってごめんなさい。とはいえいい年のおさんに何の前触れもなく噛みつかれたらメンタルやられるよな。それが飛行中の旅客機の中とくればなおさらだ。別に55歳のゾンビとかじゃないんでしょう？一応人間だったんだが正気ではなかったようだな。まあこんなの正気じゃないのが正解だよね。この55歳は後に睡眠剤を飲んでいて全く覚えていないと供述している。え、睡眠剤って寝るために飲むんじゃないの？そうなんだが、睡眠剤に詳しい専門医によると薬の種類によっては幻覚や異常行動、認知機能の低下といった症状が出ることもあるらしいぜ。そうなの？そうした薬は規制がかかっていることが多いんだが、自由に手に入る国や地域もあるからな。特にアルコールと併用すると危険度が増すというから、睡眠剤を服用する際は医師に相談の上、用法用量をしっかり守って正しく飲むべきだな。じゃあこの55歳はもしかしたらアルコールと睡眠剤を一緒に飲んじゃったり、多めに飲んじゃったりしたのかもしれないね。詳細は不明だが可能性はあるよな。羽田からシアトルまで何時間もかかるし、しっかり休んでおこうと思って睡眠剤を活用する人は多いと思うが、飛行機のように密閉された空間だといざという時医者に行くこともままならない。
旅行で睡眠剤を服用する際は注意が必要だと専門家は警鐘を鳴らしているぞ。そうなるとこの55歳を非常識と切り捨てていいかどうかわからないね。だが噛みつかれた CA や他の乗客の気持ちを考えると非常識行動と言わざるを得ないな。機内はそんなに広いわけじゃないし、男の暴れっぷりを見て恐怖を感じた乗客もいたはずだぞ。飛行機の中じゃ逃げ場がないもんね。羽田に引き返すことになっちゃったし、踏んだり蹴ったりだよ。というわけでこの事件も非常識すぎるヤバい事件に分類させてもらう。特に飛行機は自由に出入りできないし、緊急停止というわけにもいかない特殊な乗り物だからな。乗客は単なるお客様ではない。乗員乗客全員がワンチームとなって運航に協力すべきものなんだ。そうだよ。あんな鉄の塊が空中を飛んでる時点で十分危険なんだから。まずはしっかり体調管理しておかないとね。今回最後に紹介するのは逆走追い越し事件だ。これは何が起きたかなんとなく想像がつくよ。そうか？誰かが道を逆走して追い越ししたんでしょ？危ないよね。誰が逆走して追い越したと思うんだ？ゲレンデバーゲンに乗った55歳の芸能関係者とかかな。まあゲレンデバーゲンに乗った55歳の芸能関係者は行動を自分の所有地だと勘違いしがちだが、今回はそっち系の話じゃないんだ。じゃあ誰だろう。意外性をついてヌーの群れとか？バスだ。バス？逆走追い越しが発生したのは2024年5月で、岐阜市内を走る路線バスが対向車線に大きくはみ出して、右折していく様子を収めた動画が動画サイトで拡散され問題となったんだ。日本の話なの？岐阜だ。岐阜って日本よね？当たり前だろ。岐阜の人に謝りなさい。キアヌ・リーブスとサンドラ・ブロックが乗ったバスの話じゃないんだね。少なくともスピード落とすと爆発するバスの話ではない。じゃあ単に急いでただけってことかな。バスが逆走なんて危ないよね。問題の路線バスを運営する岐阜バスによると、逆走追い越しは5月8日の午後6時頃に、市内の交差点を走行中のやらかしだということだ。片側2車線に加えて右折車線のある交差点で、バスは右折車線に入ったんだが、その時前に乗用車が右折待ちをしていたんだ。ふむ。するとバスはなんと反対車線に進入して、その白い乗用車を追い越し、反対車線に入ったまま交差点を右折するという暴挙に出たんだ。ひえー、危ないじゃん。対向車来たらどうするつもりだったの？対向車がゼロでも反対車線に入ったらダメだぞ。そりゃわかってるけどさ。でも反対車線に入った途端に対向車と、ガチャーンなんてことにならなかっただけよかったと思わなきゃ。確かにそうだが、その場にいた人たちは急にバスがはみ出してきてびっくりしたはずだ。しかもこの様子をバスの後方を走っていた車のドラレコがしっかり捉えていたんだ。動画が公開された後、バス会社には危険な運転だと非難の声が集まったそうだ。そりゃそうだよ。乗客もびっくりしただろうね。キアヌ・リーブスが運転してるのかもと思って運転席覗き込んだ人いたんじゃないかな。余談だがキアヌ・リーブスは1964年生まれの御年59歳だ。おお。バスを運転していた運転手がどういう人物か詳細はわからないが、本人は信号で右折の青の矢印が出ているのに前の車が動かなかったので追い越したと話しているそうだ。そんなのダメだよ。クラクション鳴らすとか窓から顔出して声かけるとかすればよかったのに。とにかく前の車が動かなかったからといって対向車線に入っていい理由にはならない。バスは運転席が高い位置にあるので対向車線に車がないことを確認した上での所要だったんだろうが、事故が起きなければそれでいいって問題ではないからな。時刻表通りに到着しないと利用者から文句が出るとか思って焦ってたのかな。バスもいろいろ大変なんだとは思うが、交通ルールは守らないとな。バス会社では事態を重く見て、危険な運転だったと警察に報告し、自社のウェブサイトに謝罪文を掲載している。今ドラレコつけてるドライバーさん多いし、ヤバい運転してるとすぐ通報されちゃうよね。てかバスにもドラレコとか車載カメラとかついてるよね。会社は運転手の運転状況とかチェックしないのかな。これを機にチェックが厳しくなっていくかもしれないな。ちなみに後方を走っていた車のドライバーによると、バスが交差点に差し掛かった時、矢印信号は黄色に変わっていて、バスが交差点に進入した時は完全に赤信号になっていたそうだ。ダメじゃん。アウトじゃん。2024年問題の絡みもあって、バスの運転手も勤務時間の管理など苦労が多いんだと思う。このバスの運転手の心理はわからないが、もしかしたらこれから急ぐあまり非常識な運転をしてしまうバスが増えてくるかもしれないな。どうしたらいいんだろう。バスに乗ったらみんなで運転手さんにさっきの右折のタイミング最高とか、今の一旦停止絶妙で素敵とか、いつもありがとうとか、ずっと声かけ続けるのはどうかな。座席では静かにしていた方がいいと思うぜ。だよね。
はい、というわけで今回は非常識でヤバい事件に発展した事例を5つ紹介してきたぞ。本当に身近なところで事件が起きているんだね。今回事なきを得た事案もあるが、一歩間違えば大惨事になっていたかもしれないからな。非常識な行動って事故や事件につながるもんなんだよね。前に紹介したことがあるが、ちょっとしたいたずらや悪ふざけが人命に関わる大事件に発展することもあるからな。世の中複雑になりすぎだよ。みんな一旦落ち着いた方がいいよね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。